わ。もう大丈夫ですかね。こんばんは。こんばんは。お待たせしました。すげえな、やっぱインスタグラムすごいな。もうめちゃめちゃ早いな、 TikTok に比べて。もう1万人も見てる。いや、こんばんは。危なかった、マジ TikTok の配信危なかった。もう危なかった。声聞こえない？え、マジ？声聞こえないですか？僕の声聞こえないですか？あ、聞こえてるよ。口どうしたの、ニキビ？怪我、昨日ミルクのライブで怪我した。これ普通にマイクでこうガンってなって怪我して、なんかちょっとできちゃった。こんばんは、サマーライトです。ああ、はい、ということでサマーライトでございます。どうも、あ、昨日ライブありがとうございます。昨日ライブ来てくれた。違います。そうじゃない、そこの事務所の方ではないです。はい、好きですけど違います。マイクぶつけたらここにガンってぶつけちゃって、口とかもずっと切れんのよ。よくマイク、アーティストさんあるあるなのか俺が下手くそなのか分かんないけどね。なんか俺今日マイクくっつけて歌っちゃうから、口にこうやって、まあ、当たるのよ。充電した、充電してる。今充電始めました。ここコップ実家確定か。そのコップってさ、旅館ではないね。ハルツアー絶対に行くよ。ありがとう。ハルツアー待ってます。ハルツアー来てくださいね。チェックメイト。YouTube の切り抜き見てインスタフォローしました。マジで？珍しいパーティーだね、それね。ありがとう。怪我したん、救急車呼ぶ、過保護絶対やめて、そんな、もっと必要としてる人いっぱいいるから絶対やめて、そんなんで呼ぶの。頼む。名古屋で初めてミルクのライブ行きました。幸せでした。ありがとうございます。嬉しいです。皆さん、ぜひ僕のインスタフォローお願いします。あとちょっと1個やってください。YouTube、ぜひフォローしてください。YouTube、ミルクの YouTube。あとちょっとで、10万人です。ぜひフォローしてください。ママとコラボしてください。絶対嫌だよ、ママとコラボなんて。宿題やらせて。やれ。手にやれたのもから今すぐやってくれ。もうみんな言ってる話はニキビあるな。ニキビじゃない、ニキビと同じかもしれないけど、怪我なのこれ。もうマイクの怪我なの、昨日のライブでのマイクの怪我なのこれ。やっちゃったの。フォローしました、ありがとうございます。なんて名前でしょう。しゃ、興味ない。しゃ、 YouTube あと少しで10万人だよね。そうなんです、あと少しで10万人なんです。テスト1位取ったらキラリ入るので応援してほしい。頑張れ、それはもう。キラリ入んなくてもいいから頑張れ。みんなテストのコメントがめっちゃ多いな。学生さんが多いんですか？テスト明日帰ってくる。テスト勉強の邪魔しないで。テスト勉強しなきゃなので応援してください。もういろんなパターンがいるね。本当に。頑張れ学生、とにかく。何でもいいから頑張っとけ。熱いな。あぶね、怖い。あべ、やべやべ、怖い怖い。あ、怖い。怖い怖い怖い。テストやってやらん。自分でやらない意味ない。社会人も応援し。頑張れ。今日誕生日。おめでとう。何歳になったの？
何の教科得意だった？まあ一応数学ですか、理系だったんで。高1までの数学。はい、なんか佐藤かっこよくなったじゃん。佐野な、優斗の間違いが多いけど佐藤の間違いなかなかない。この間最低点取ってきたテストのですか、最低点。大丈夫だよ、俺もやばい点数、赤点とか取ってたよ、高校2年生の時とかね。でも大丈夫、ちゃんと大人になれます。でも頑張った方がいい。高3で頑張ったから高校3年生で僕。その学校疲れた。お疲れ。うんうん。バスケ部。バスケ部ってだけのコメントどういうことね。話の主語何もない。赤点取ってない。褒めて。すごいじゃん。そんな君って頭いいの。普通だね。うん、普通だと思うよ。一般常識はあるかなって感じ。結婚しよういや絶対いや、課題が終わらない、課題やれ。弟も課題が終わらんって言ってたわ。課題やれ。今日3時間しか寝てない、マジで寝た方がいい。最近僕は睡眠を頑張る。睡眠するのも次の日の自分のために、次の日の明日の自分に失礼がないように睡眠をするっていうのを僕は。肌荒れ大丈夫？肌荒れじゃないんだって。肌荒れはしてないのよ俺。ここ毛が。 TikTok 見てる？見てるよ TikTok は。って TikTok 頑張ってるもん。重太郎は勉強してるよ TikTok は。おに蛇巻いてるんですか？どういうですか？何の話してます？心の話してます？何言ってんだか佐野さんの部屋雰囲気変わったね。でしょ、これ和風な感じになっちゃって。はい、古風な男でいこうかなと。髪の毛伸びましたね。伸びましたんですよ。髪の毛もうこんなもんパサパサ。ちょっと邪魔だね、鉄鉢の時に比べたらね。女子高1年生何したらいいと思う？どういうこと？何が、何したらいい？何したらいいと思う？どういうこと？何が？何を？ネックレス見えない。だからキラリでしかネックレス見せないの。ね？キラリファンコミュニティね、僕の。ぜひ入ってください。この後キラリでありますんで。キラリぜひ入ってください。前髪が長くて目に入る。お酢つけたらサラサラ。お酢？髪にお酢？どういうこと？お酢？どういうこと？マッチングアプリしてる？してないよね。マッチングアプリさんはね、すごくね、僕の地元の友達とかやってる方も多いんですけど、僕はしてないよね。びっくりしたからね、みんな多分ね。うん。もし僕のことしてくれてたらね。うん。最近キラリ入りました。ありがとう。嬉しいです。ショートヘア好きですか？女性のですか？似合ってれば何でもいいっすね。本当に。お風呂まだですか？まだだよ、お風呂。この後すぐ入るよ。もう終わったらすぐもう、携帯ごと入る、お風呂に。腰が痛い。まだ15歳なのに。早めに行きな、それはね。整体とかね。ゆうとくんセンターだけ似合いそう。はやとくんだから似合わなそう。立花のセリフ言って、一世ですか、遠いくんですか。口の上にゴマついてりゃ取ったやから怪我、ニキビでもない怪我、取ってほしい。できることならバレ筋肉痛。なんでですか、なんかしたんすか。お風呂で配信して。やだよね絶対。本当に見えない前髪でね。バズに似てる。バズライトイールですか。僕大好きですよ。ああブライトイヤー三丁やつですよね。大好き大好き大好き本当に。
こけたの？こけた。え、な、何の話？何の話？髪色変えねえの？髪色ね、まあ変えないかな。今日なんかチャラいね。どこが？どこがチャラい？こんな。キラリ入りたいけど何円するの？何円って聞かないで、本人の口から言うのが一番キマセットだから。やめて、何円っていうのはね。牛丼一杯分ぐらいですかね。 3x イコール 2x プラス10の方程式は x イコール10。合ってます？方程式はどういうこと？あ、どういうこと？今ドラマ見てる？見てないね。ドラマを見ても、テレビつけてもね。マサヤ？マサヤ？マサヤって誰？マサヤ？誰？マサヤって。ハヤト？ヤしか会ってない。今何してんの？メンバーいないの？言えない、Z。休みの日何してんの？休みの日はね、なんか、何してんだろうね、俺、休みの日。猫背、あ、じゃあ、背後やばいですよ、背後ね。背後やばくないですよ。ボイパーして。ちょっと本気出すわ。好きなアニメはドラゴンボール Z 大好き。もう毎日もあのシール引いてる。明日卒アル取る。もうめちゃめちゃな髪型してきな。もう本当にもう髪の毛ここもう全部刈って、ここだけこうやって一本だけこうやって、ここでこうやってカウボーイしながら取りな。釣り行かない？いいね、釣り行きたいね。ちょっとね、ちょっと下ネタやめてくれませんか？下ネタなんか言ったっけ俺？下ネタ言った？よー、久しぶり。誰生えたプリキュア？違う。ヘアセット自分でやってますか？やってないですよね。いや、今日やってない。ヘアセットとかもやってないですよ。何もやってない。何もやってない。ゴルフ好き。ゴルフやりたいんだよね。鉄八のメンバーとゴルフやろうねって話して、やってないんだよ。ずっとゴルフ、ゴルフやりたい。年齢いくつ？24。歌って。やだ、歌はキラリでしか歌わん。北海道来てください。行きたい。ハヤトは織田信長。どういう意味も全く意味わかんない。全く意味がわかんない。徳川家康ならわかるよ。岡崎出身だしね。それでも違うけどね。なんか今日静かだね。響くからさ、なんか音が。あ！ほら。あ！ほら、響くな。なんか目に入った。あ、痛い、めっちゃ痛い。なんだこれ。青森もう来ないの？青森、俺青森いつ行った？青森いつ行った？最近行った俺青森。痛い。何、突き刺されてる何かに。ハヤトって名前何？ハヤトでしょ名前。ハヤトって名前何って、ハヤトでしょ。どう考えても。なんで怪我したんですか？口の上ミルク。僕ミルクなんですけど、ライブ、昨日ライブのツアーの最終日だったんですよ。そこで怪我しました。マイクをこうやってぶつけちゃって、ここなんかニキみたいになっちゃったんだけど、ガー系です。怪我です。笹野返事してよ。佐野だよ。だから何回も言ってるけど、笹野じゃないしね。惜しいけどねそれね。
一個取ってみ。昨日ライブ来たかった。なんで来てくれなかったの、マジで。バカやん。バカっていうのはやってみろ。カラオケで結構めっちゃ激しく踊りながら歌ってみろ。どっか気がするから絶対。どっかしらね。それはニキビ。ニキビって顔にできる出来物は全部ニキビ？ならニキビだ。でもちゃんと血出たからさ。ね、そういう怪我じゃない？かさぶたみたいな感じなのこれ今。群馬県でライブしてほしい。群馬県か。東京来い。群馬東京来い。痛かったね。痛かった。痛かったよ、ママ。虫とは友達ですか。どういうこと。虫ってなんですか。その虫？虫メガネさんですか。虫そのインセクトの虫ですか。フォーリンラブ白く、ああフォーリンラブ白く、もう寝るね。おやすみ。おやすみ。太平洋でワンマンライブして死ぬね、それね。英語で先生に狩られそう、助けて。どういうこと。狩られる、ハンティングってこと。どういうこと。ゴキブリ触れますか。触れません。ゴキブリさん触れませんね。彼らはもう本当にね、大先輩、人類からしたら大先輩だと思うんですけど、触れません。ちょっとね、怖いね。飛ぶもんあいつ。佐野くん大阪、なんかコメント、りょうくん、りょうくんってコメント。りょうくん、東海のりょうくんですか。どのりょうくんでしょうか。りょうくん花粉症大丈夫。花粉症なんか大丈夫。ゲジゲジ得意ですか。いる、ゲジゲジ得意な人。ゲジゲジって名前つけられてんだあいつら、かわいそうに。ゲジゲジやだよ俺、そのゲジゲジって名前だったら。ゲジゲジって名前ちょっと愛せないよね。ゲジ、もうちょいなんかもうモサモサとかにしてくる。ゲジゲジは良くないよね。あれ名前つけた人が悪い。りょうくん見てる。え、りょうくん、りょうくん、りょうくんとしゅんたが見てるらしいです。しゅんた、りょうくん、りょうくん、そろそろ会いたいんですけど。僕、りょうくんちのサウナがずっと忘れられないんですけれど、今日ハトに襲われた。大丈夫？ハトに襲われるんだ人って。同級生にゲジゲジした。やめなそれ、やめな。ハイトってゴキブリ食べる？人間ってゴキブリ食べるらしいよ、寝てる間に。わかんない、これはもうあれだけど、噂だけど、寝てる間に入っちゃうんで、こうやって。わかるでしょと思うけど、なんか食べるらしいよ。 2,3 匹人生で。知らんけど。今日3食ラーメンだった、マジで。俺お昼ラーメンだったわ。あ、りょうくん、いつでもおいで。行きたいですって、りょうくん。本当に本当に行きたい。別なんかもう、そういうすごい行きたいですってこうお世辞とかそういうやつ、マジで行きたい。あそこ以上のサウナ俺見つけれん、りょうくん。見つけれんですわ。英語で自己紹介して、No I can't speak English。 何ラーメン、ちょ、わかんない。なんか何ラーメンかわかんない。髪の毛伸びたんだよね。なんかもうここの毛が邪魔でさ、ここ入ってくるんだよ。でここもなんか邪魔だよね。ドラゴンボールのフュージョンしてください。うわー、何回もやったことある。お、ちょっと忘れちゃったけど、本当できんじゃねえかなって思った時期もある。ハイト君って下の名前何？言うと、え、バカなの、バカなの。佐野ハイト言うとだと思ってるってこと。佐野言うとハイトってこと。ミドルネームってこと。ドライヤーできない、どういうこと。ドライできないってどういうこと。
しないよ別に俺はドライヤーできないって言われても、自然乾燥でいけって大丈夫しんやせん自然乾燥でいけって言う。おっす、おらエラ呼吸どういうこと、おっすエラ呼どういうこと、バカって言わないでごめんバカ、ほんとごめんバカ。キラリでねこの後配信しますんで、僕のファンコミュニティですね、来てくださいね。キラリキラリいいっすよ、ちょ言って言ってそのキラリいいよっていうコメントで溢れさせて、その月曜日だよ今日、あ月曜日ですか、月曜日ね、やだよね、毎回もう学生時代とかもう社会人はなんか曜日感覚もないんだけどさ、俺もう月曜日本当に嫌、憂鬱、朝から憂鬱。木曜日が楽しかった、なんか好きなアニメやってたし、木曜日からうわ明日行けば終わりで、金曜日はちょっと習い事があったから、まあ空手やってて金曜日ちょ、それも空手と思ってた、行っちゃえば楽しいんだけどね、すごいね館長とかめっちゃいい人だし、行くまでが嫌なのよ空手とかね、習い事わかるでしょ、行くまでが嫌だ、行ったら楽しいのよ書道もサッカーも空手も、行くまでが本当に嫌。キラリが私の生きがいです、おおマジありがとう、俺もうありがとう、頑張るわ。キラリ生えたいって人いますね、キラリ生えたい、キラリいくら、もう毎回言うよ、もうやらしいじゃん、お昼ご飯 1回我慢するだけやめよ、もう怒られるから、いろいろ各方面に、あんま言うと。その国意外と口悪いっすね、そうなんよ、もう俺男社会で生きてるからさ、もう分かんない、女の子に対する口調とか分かんないもん、何が正解、バカがダメ、おバカとかすか。そのって運動神経いいの、運動神経だけ、もう運動神経しかない、ものによるけどね。キラリ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 よりお昼ご飯やめて、それ言うの、お昼ご飯も大事、キラリもっと大事。習い事何してた、サッカー空手書道、まあ塾っつうか、まあ英語とかその国際シャーリーとか全部教えてもらえる塾、あと何でしたっけ、スイミングスクールもちょっと通ってましたね、そんぐらいかな。もうダンスはなんか小学校ぐらいの時に弟とかと見に行って絶対やらんと思って帰ってきた、やっとけばよかった、あん時俺やるって決意しとけば今こんな苦労しなかったのにって気持ちです。ミルクっていう夢なの、めっちゃ夢ですよ、めっちゃ夢、言っとくけどめっちゃ夢だからね。YouTube 見てみ、もうすぐ10万人いくから。YouTube フォローお願いします。1万人の人がフォローしてくれたらすぐに10万人いく。ミルク、有名になっちゃうんですよ。今はちょっともう来てっからね、言っとくけど、ミルク。こうやって。あれよ、あれよ、あれよって。うちの息子たちもサッカーやってる。あっそう。頑張れって言っといて。前見て話しな、前見て話してるだろ、何言ってんだよ、どういうことだよ、 YouTube フォローしてほしい、してほしい、お願い、キラリに入会するといくらでも頑張れる、君有料会員だね言い方悪いですね、すいませんでした。消防士になりたいんです、女だけど、素晴らしい、すごいね、なれるよ、そりゃなれる、気持ちだから、世の中気持ち、自分をもう思い込ませる、私はなれる、消防士になれるって、もうそれだけ、僕も動物はできる、できるって、もう自分をクッブスクッ、トイレなかなか進まない、トイレ、トイレって何ですか、トイレの、えちょっと出づらい感じ、あの七味七味って書くといいらしいですよ、これ七味七味って書くとバーって言うから、お願いします。ダンスコンテストで3位になったことある、マジっすか、教えてください、ダンス1から無理だ、もう何やってももう分からん、俺スポーツでこんな苦労したの初めて、
逆立ちしてください。いや人減ってきてるよ。まあそう本当だね。今日少ない、みんなどこ行った今日、みんないつもより今日5000人ぐらい少ないぞ。みんな呼んできてくれ。みんな佐野くんやってるよって、また今日やってるよって、だから宣伝してください。みんなもうみんなが宣伝してくれないとこれからも減ってっちゃうんで、減ってったら僕のやる気も減ってっちゃうんでお願いします。僕のインスタライブのために皆さんぜひ宣伝をたくさんたくさんたくさんお願いします。ずっとしゅんたくん、しゅんたまだいんのお前、しゅんたお前も配信やるか。足の指壁にぶつけてなんかそのはじめ社長さんみたいなのやめてもらっていいですかね。昔よくやられてた小指ぶつけるやつね。宣伝頑張る、宣伝が命、世の中宣伝したら自分も消えるから余計減るよ。いい、それはもう今減っても未来への投資だからいいんだよ。でも動き綺麗だよ、バレエの先生より。ありがたいです、それ自信もっと褒めてください。僕のダンスについてもうやるたび自信をなくして、その時僕多分直立不動で歌ってますから、ずっとライブで2時間もう動かず。夜ご飯何だと食べてないです。鉄パチで時とゆうきさんにハマりました。トッキーマジでいい人だから、本当にトッキー会いたい、トッキーに会いたいって言っといてください。カラコンしてないね、全く真っ黒でしょ、こんなもん全くしてない、何も入ってない目に。手の動きを教えてほしい。何の手の動きですか、何の手の動きですか。うちも食べてへんで夜飯。関西の方ですか。またさっき会ったね、誰ですか、会ってないよね多分ね。その視力何 2.0 ですね多分ね。結構遠くまで見えますよこれ、本当にそれ以上があったらもっと見えると思うんだけどな。 2.0 までしかやらせてくれないからね。佐野くん三拍眼ってどっちもできますよ。今三拍眼じゃない、ほらでも三拍眼じゃない、両方できますから。使い分け大事ですから三拍眼。帽子取って何の話ですか。 What's up? うん、 I don't know what you mean。ああ町田啓太さんではありませんね。はい、僕のいたしのバディですけれども、僕は違います。できることならなってみたいですよ、町田啓太さんに。はい、マッチ元気かな。あ5日に出産頑張りました、褒めて、ありがとうございます。出産は本当に大丈夫ですか、体調は。お母さんなるんだよね、お子さんを産んだ瞬間に。すげえよ、命ってすげえ。見てる人増えた、ほんまや、1万人になった。口の上怪我してる、鼻の下ニキビ、もう何回みんな言うの、もう何回説明すればいいの、今日10回ぐらい言ってる。怪我したんです、これライブでマイク取ってこうやってガン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 取って血が出ちゃって怪我したの、これもう何回言えばいいの。靴下青だ、履いてない。今日なんか疲れてる、疲れてない、今日本当疲れてない。正直に穴開けて、本当に怒られる、マジでやっちゃうから俺そういうこと言われたら。修学旅行いいね、修学旅行いいね。修学旅行俺小学校の時行けなかったんだよ、なんか当時インフルエンザさんが入ってて、なんかその新型のね、俺かかっちまったんだよそれ。まだやってたんだ、やめてそのなんか文字、なんか絵文字とかつけてくれればいいんだけどまだやってたんだって、お父さん孫で見てんでしょこれ、やめて。早くキラリ行こう、眠くなってきた。もうちょい行くからで待ってて、ちょっとキラリ行きますからね。キラリお願いしますね、ストーリーにあげますんで。僕の今日のお願いは3つです、いいですか、簡潔に言いますよ。ミルクの春ツアーに来てください。3月4月5月とかでしたっけにありますんで、
東京は、ガーデンシアターやりますんで。大きいっすよ、もう今までで一番大きい。あと東京、大阪、名古屋、福岡でもやります、ライブを。すぐ見に来てください、もう満員で。お願いします、もうすぐお願いします。いつもお願いするの。そうなのよ、お願いし合おして、お願い、僕もするから、し合えばウィン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 、おウィンウィンね。で、二つ目のお願い、ミリコの YouTube をフォローしてください。もう YouTube があと1000人でいい、10万人ですよ。ちょっともう行くんじゃない、もうそろそろ。誰かちょっと行くと思うんだけどな、もうそろそろ。9000人見てるでしょこれね。行くよ、10万人行っちゃうから。あ、ちょっともう電波がなくて俺は何もできないよ。 YouTube 一つ誰か見てきて、 YouTube 行くべこれ。あと、あと800人だって。800人、あと800人で10万人なしです。頑張れ、こう9万じゃない、9000人もいるんだから。800人、あと800人いっぱいいってる。みんな頑張れ。ミルクって YouTube 検索してみてください。それか僕の今日のストーリーかなんかの一番頭の方にさ、ミルクの昨日ライブ映像が貼ってあるんですけど、そちらを見れば YouTube 飛べます。フォローします、完了。それ800人やってくれれば終わり。汚い、何が汚い、何が汚い。 YouTube フォロー迷ってる、知って。一回してライブ見てくれ、すぐにファンになっちゃうから。もうすぐに、あ、フォロー、ライブ映像、好き、ツアー行く、佐野くん大好き、キラリ入る、もう完璧な流れだ。もう完璧な流れだ。今日元気すぎない、もうすごい、もういろんな意見がある、もう分かんないや俺、今日元気なくないって言われ。チケット代出してください。無理だ、それは無理だ。今日ママは見てます。さっきからずっともう上からピロンピロンピロンってずっと見てます。あと600人ってさっき来ました。はい、あと600人。登録してないけどミルク好きだわ、してくれ。好きならしてくれた方が僕も君もハッピーバースデー。ミルク好きだけどゆうとくん嫌い。よかった、俺じゃなかった。危ねえ、俺のことかと思ったぜ。え、9.93? え、9.94 ってさっき言われたんだけど、母親に。一回もう、ちょっと、あと600人で10万人、ここの今、NOW でいけるんだよ。行ってみよう。嬉しいじゃないですか、生でいけたら。ちょっと、僕のストーリー上がってるでしょ、の頭の方見てさ、ポチッとして、そのフォロー、ポチッ、フォロー、この、2つぐらいの、あと500人だって。9.96、 おガチか、あと400人か、おガチか、ガチか。素晴らしいインスタ視聴者様、本当にそれ、本当それ、本当だよね、すごいよね。俺すごいなんかここで迎えてる気する、記念を、インスタライブで。うん、400。おい、ずっと10万人、ずっと10万人目標に頑張ってきた俺、メンバーと迎えたかったんだけど、みんな見に来てって。ちょっとジントくんいる、ジントちょっとメンバーを呼べ、すぐに。ここメンバー呼んで、ここコメントさせろ、頼むから。ここに、うん、ジント、誰か、シュンだわ、あいつ、あと200人だって。おい早く早く、ちょっと呼べ、ちょっとタイミングいつも悪い、シュンタいなそうだけど、いる、シュンタいないよね、あいつ多分。あれ、これどこで見れんの、そういうの。怖い、見れない、見れない。あと200人だって。ほら、シュンちゃんいない、シュンちゃんいる、どこ、どっち。 9.98、 シュンちゃんいる、あ、いる。ごめん、シュンちゃん、いつもタイミング悪いとか言っちゃった。シュンちゃんいる、分かった、ありがとう、分かった、分かった、俺が悪かった、ごめん。 9.99、 あと、100人だって。今日なの、10万人なった。乾杯。
ありがとうございます。10万人ついに行きました。10万、みんな、ミルクのメンバーなんかコメントしろ。10万人の誰が見てる今、登録したから褒めて。もう天才、もう君もジニアス、もう人類で一番のジニアス。よかったな、ありがとう、よかった。何が10万人なの？ミルクの YouTube です。ちょっと見に行ってみてください。うわ、これは記念すべき日だね。上がってるんで、ライブとかミルクの見てみてください。うわ、おわ、マジで、めっちゃずっと頑張ってきたもんね。メンバー見てるよね今ね。俺ずっと10万人10万人、うわ、感慨深い。毎週僕ら YouTube 会議してますからね。嬉しい、なんか自分の100万人より嬉しいかもしれないんだけど。ありがとう。メンバーが誰もコメントしてこないっていうのはどういうことだ。どこ行ってる、みんな泣いてる、もしかして涙で。その携帯のこのタッチパネル反応しないといけないやつですか。誰か見てる、メンバー10万人いったよって誰か言ってあげて。盾もらえる、そうだ、銀の盾もらえるわ、やった。おお、ガチか、ありがとうございます。しゅんちゃんいない、またしゅんたんいないですか。で、なんでメンバーコメントしてないの。どこ行った。佐野泣いてる、ギリ泣くわ。泣いてない、ごめん、昨日泣いたけど今日泣いてない。おお、ありがとう。おい、ついに行ったか。え、しゅんちゃんいる。え、しゅんたなんでコメントしないの。え、しゅんたしゅんた10万人いたよ僕ら。ジント10万人いったよ。シュンタどうした。なんかやってんのかな、他のこと。あいつ仕事中とかかもしれんな、もしかしたら。ありがとうございます、本当に皆様嬉しいです、すごく。あ、シュンタ来た。おめでとうおめでとうっておかしくない、お前。ありがとうでしょ、どっちかといえば。バカなの君は。一言急におめでとう。お前どうした。おめでとうっておかしいじゃろ、ありがとうでしょ。見た他人事だよね。しゅんちゃんがおめでとう、僕らがおめでとうなんだよ。あいつ分からん。あいつネジぶっ飛んで、ありがとうだ、バカか。何に対しておめでとうって言ったの今、お前。じゃあ適当に打ったやろ、お前。おめでとうは寂しい。そうだよね。ありがとう、やったーって来ると思った。おめでとう。おかしい。バカしゅんたか。ジンとは、リーダー、どこ行ったの？呼びに行ってくれてるってこと？本当に。さっきまで見てて10万人行く瞬間いないってどういうこと？まあ、あとでみんなで。俺は頑張ったなって。まだまだって、まあ、10万人もありがたいですけど、まだまだやっぱ100万人目指してるんで、ぜひもっとフォローお願いします。そう、サンノーキッチンじゃない今日は。あれ、まだやってた、やってるって、やらせてくれ。まだじいちゃん呼んでくる。あいつどこ行ったの、シュンタ、マジで。まあ、ジンとは来る前にキラリ行きましょうかね、ちょっとね。ありがとうございます、本当に。ということで、もうちょっとしたらキラリ行くんで、見に来てください。僕のファンコミュニティですね。ストーリーも載せますんで。確かに、ジンとだけ呼ぶの、あいつ、全員呼んでこいよ。みんなが聞いて。ちょっとまたこういう配信しますね、本当に。ありがとう。あと1分だけ待とうかな、じゃあ。ヤワダイも呼んでみる。あ、シュンタと大地もね。まあまあ、シュンタ、もう俺キラリ行くわ。シュンタ、キラリ行くわ。うん。じゃあ、そんな感じで。ありがとうございました。キラリで待って。